おお。ヌエか。キツネかと思、ああ、タヌキかと思ってたら、猿だったとは。これじゃねえよ、これか。結構だるいな、こいつ。これも当たり判定あるな。つまみでおお、なんか巻き込まれた。あれ、なんか回復したぞ。なんか大変なことになった。ちゃんと装備を整えていこう。できた。めんどくせえな。無理やり死ぬ。
折れた。おお危ない。いけるか、無理だ。今一発かましておこう。キーンって言われた。ちょいだな。おお。
だ終わらねえか、早く終わらねえか。獅子王水色、国運とともに現れ教授を起こす天地鬼門の妖魔の化身か。悪行にお咎めがなかったのもおそらく化け物の影働き。災いの元凶を仕留めたからには悪運は尽きた。もはや観念して己の悪行を白状いたせ。ヤギウと結託し鳴神海域の手引きはこのしかみ。鏡光にもう一度はあった。上位なれば逆らうこそ不忠。恥を知れしかみ、言い逃れは聞かぬぞ。よくも恩をあられ返したな。この場でお父上の胸晴らしてくれようぞ。悪いがこちらの要件が先じゃ。お主に一つ尋ねよう。返答次第では見逃してやってもよ。かつて城門前で桃姫を貫いた狼藉者の太刀のことじゃ。事件の証拠として蔵にあると聞いたが。残念じゃが、嵐の夜に雷が落ちて蔵は全て焼け落ちた。今は跡形も残ってはおらぬ。待て待て、正直に答えた。見逃すと言うたではないか。約束通りこの場は切らずに見逃してやる。後始末はご政道に委ねるとしようか。帳簿はいただいた。この横流しの証拠を公儀に届け出ればたちまち悪事は明るみに出て切腹か打ち首は免れまい。しかみ、獅子心中の虫とはお前のこと。お家の敵、このままにしておくものか。捨ておけ、切る価値もない男よ。化け物の後ろ盾がなければいずれ自滅して果てる。だが己の手で敵を討ちたいなら元に戻ることだ。わしが早く出て行けるように協力せ。よせよせ、わしの手の内は今しがた見せただろう。血気に流行るはヒップの言う。ここで死んでは犬死によ。それがしもよくよく化け物に縁があるようだ。聞かれよ。お尋ねの蔵は雷で焼けたと言われるがそうではない。嵐の中、暗雲から顔を覗かせるほど大きな赤鬼が中の荷に用があると蔵ごと根こそぎ持ち去ったのだ。その場に居合わせたのは手前一人。見たままを話してもほら吹きとそしられ誰も信じなかった。だが今化け物を切り伏せたそなたならそれがしの話を信じてくれよう。なるほど。鬼の話がまことなら飛騨のような変化のいたずらでありますまい。黒光が地獄の獲物で作られたと話しておられましたね。喝殺自在の地獄の武器が人間に持ち去られたとあれば閻魔様が放っておかれるはずもございません。地獄の獄卒が持ち去ったか。だが悲観するには及ばぬ。ありかが割れておるなら取りに行けばよいだけのこと。取りに行くと言われましても場所が場所。まさか地獄へ行かれると仰せですか。さように申した。明神の使いともあろう者がその程度の道を知らぬというのではあるまいな。竜宮へは亀に乗り、高間ヶ原へは伊勢から通じ、京都は陸道月寺が地獄への抜け道。知っておりますとも。京都か。幸い間もなく16日、その日は閻魔の祭日とされ地獄の釜の蓋も開くというではないか。金菊、案内いたせ。
まさか地獄に行くことになるとは。今回は帰らせてくれたんだな。いつも走って帰れなのにな。ショートカット。おう、相変わらず装備できないな。桃姫やばいな。人ごいのもやっと1000を超えた。とりあえず目的地まで直行。抹殺。つい左押しっぱなしにしてると出ちゃうんだよな。米だ。イノシシ、しゃあかった。オウミじゃねえ。お、地図買ってるから分かるな。天狗は戦いにくいんだよな。同じこと言いやがって。とりあえず温泉には行く方法で。誰かいるかもしれないしね。お、いた。またキスケがいたよ。むしろ逆だろ。人がゆっくり使っているのに騒がしいやつだな。俺の方が先にいたのにどうしておめえをつけるんだ。そっちの猿みてえに黙って使ってな。
圧倒的にキスケの方が正論だよ。いっぱい来た。まだいる。桃姫はいまいちこれが使えるっていう奥義を持った武器がまだないな。到着。